体何やって。あ？なんだこの血の海は。すいません、これを書いてたらうっかり。まったく、やっぱ絵なんて描くもんじゃないな。美術部の部長がなんてこと。ま、とにかく宇佐美が来る前に掃除しとけよ。怒られるぞ。内巻、確認なんだが、これは宇佐美さんの絵です。宇佐美さん、まずい。僕が時間稼ぎますから、なんとかしてください。あ、汚ねえぞ。内巻くん、何やってるの？ほや、これは宇佐美さん、奇遇ですね、こんなところで。いや、部室の前だから会うでしょ。何変なこと。ちょっと入れないでしょ。あ、いや、今はダメなんです。なんで？いや、その、なんと申しますか、うん、怪しすぎる、どいて。あ、ちょっと待って。何やってんですか部長。もしかして、やっぱりだ。立ち上がれば確実にバレる。もしバレたら、乗るしかない、この茶番に。すみません、宇佐美さんには見せたくなかったんです。絵の具だ。部長の役立たず。もう、ドッキリにしたって悪趣味ですよ。ほら部長、いつまで寝てるんですか。早く起きてください。冷静に、ここは冷静に行きましょう。ああ、ごめん、つい。まずは凶器ですが、犯人が持ち去ったのか、現場にそれらしきものは確認できませんね。続ける気、嘘でしょ。現場保存が大事です。この中には立ち入らないでください。はあ、バカバカしい。事件ごっこがしたいなら二人でどうぞ。私は書きかけの絵を仕上げなきゃいけないから。そうなんですか。コンクールの締め切りは明日だし。明日？何か応募しないと廃部になっちゃうのに。廃部？ねえ内巻くん、ここに置いてた絵知らない？ええ、見てないですね。本当に？はあ、そういえば棚の上にキャンバスらしきものがあったような。なんでそんなとこに。コレットさんじゃないですかね。あの人、ほら、変わってますし。しょうがないな。よいしょ。どこ？結構奥の方だと思うので、よく探してくださいね。奥？部長、部長、どうするつもりなんですか。それより緊急事態。と言いますと？トイレ行きたい。おい、おいおい、内巻、お前何書いてんだよ。そんなことよりトイレ行かせろ。我慢しなさい。いらないだろう。ねえ内巻くん。はい。本当に見たの？全然見えないんだけど。見えてますよ。あ、どこどこ。あ、いえ、またパンツが。大丈夫ですか？これってお姫様抱っこ？ということは最後は姫抱っこでチューしてもらいます。濃厚なチューチューチュー。宇佐美さん。はい。宇佐美さん。早くどけよお前ら。重い。大丈夫ですか部長。腹が打ちました。
いや、宇佐美の絵がめり込んで。え？今、なんて。